とことんやりこむ、どうもナオチンです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は完全攻略やっていきます。今シーズンめちゃくちゃ難しいと思いますけども頑張っていきましょう。まずは働き蜂ですね。蜂が発動するかどうかによってだいぶ難易度は変わってくるかと思います。でまずエンチャンターが出るのよ結構。なのでエンチャンターをまず倒しちゃってください。エンチャンターを倒した後は、ジオマンサーね。あぶれ、とにかく多いのよ。なので倒す順番しっかり守ってやっていってください。順番守っていけばまあなんとなく楽にはなると思います。いた、まだいた。はい、蜂がいい感じでしたね。で1回でね、回復のトーテムがいいかなと思います。回復のトーテムで回復してあげると序盤ほんと敵が多いんでね、だいぶ楽になりますよ。 OK、 上から行こうかな今回。結構ね迷子になってるやつが多かったりするのでちょっと注意しながら見ていきましょう。もう船の上はね敵多いけども周りはそんな多くないんで余裕ですね。よいし、これで終わりかな。はい、2回クリア。まあ、回復のトーテム本当序盤役に立つので取ってみてはどうでしょうか。でここでコブでもいいんですけども乱射の方がねいいかなと思います。序盤敵が多いんで乱射の方がねなんか使える気がする。でここクリーパー注意です。使うともうほんと一気に持ってかれちゃうんで注意してください。まだいるよ。おお食らってるし食らってるし、でもまあ回復のトーテムでまだどうにかなるレベルなんで大丈夫ですね。よっしゃ、ナイス、蜂がいい。よし、突っ込み。はい、でこっちにもクリーパーいます。先に爆発させておいたらいいですね。よし、いや嫌なとこに集まってくれたな。ここに集まられると渡れないから嫌なんだよな。いける、よいし、ナイス。山たくさん欲しいですね今回は。でここで影の断片取りましょう。影の断片取っていこうね。で4回も敵はそこそこ多いですし赤いやつが出るのね、あいつが結構強い。あで長弾を2まで上げましょう。なので赤いやつが出てくるとここで回復のトーテムを炊いて戦ってあげるとだいぶ楽になるかな。やばい、やばいやばい思いっきり食らってる。でもまあいい感じになったね。よし、こいつほんと HP 高いから注意してください。で4回クリアで強化メール取っていきます。エンチャント別によくはないんですけどもトゲ入れてくださいね。ここ結構敵が多くて HP 高い方が安定します。でね上じゃなくてこの下の方で戦うとねいいかな。上結構敵が集まってくるんですよね。なんでこの下でぼちぼち戦っていく感じがいいかな。で雪ゾンビ早めに倒しちゃってください。
な。最初の当店の中をね使いながら行くとちょっと安定すると思います。 OK、 ではあと2体でおしまいですかね。はい、クリア。ここも蜂が出るかどうかによってだいぶ難易度は変わってくると思います。で、ここバトルスタッフを持っていきましょう。そんな好きなやつじゃないんですけども、火力は上がった方がいい。働き蜂と邪悪な村人の破滅か、これでいいと思います。で、ここも敵多いです。 OK、なので、まあ、囲まれないようにね、風使い鬱陶しいので、できるだけ風使いを沈めてあげるといいと思いますけど、ね、なかなか難しいのよね、あいつだけ狙うっていうのは。まあ、長弾でうまく当たってくれればラッキーかなーっていうところ。はい、6回クリア。ここでドラですね。今回ね、序盤でアーティファクトが揃う。あ、この風使いは先に倒しておきたい。ナイス。いいね、ナイス。良すぎる、いい感じすぎるぞ。よし、 HP もポーションを残してマックス。いいね。で、あとは敵そんなにいませんね。7回クリア。で、ここで亀に変えます。ちょっとでも耐久力を上げていかないときついので亀です。で、サプライズギフト2だったらば確実に、何かしら出てきてくれますんで、で、あそこのね、あの風使いをまず倒したい。うん、で、ここら辺におると、ああ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。うまいこと敵がね、落ちてくれるんで、いいんですけども、ああ、オッケー、オッケー、オッケー。おい、いいね。ほんと、風使い鬱陶しいのよ。あぶねえ。オッケー、いい感じです。はい、あれまだいる、なんか変なところにいましたね。でもって8階の報酬でクレイモアですね。で、ここね、ちょっと鬱陶しい敵が集まんのよ、風使いが。なんで、ここはね、影の断片を使っていっていいと思います。お、風使いを集めてから倒してあげるとかなりいいと思います。よっしゃい、よし、 OK。 もう影の断片何発か使えると思うんで使っちゃってください。で、コグクロスボウを取っていきましょう。あ、ちょっとエンチャント入れるの忘れてたな。ね、毒の雲、毒の力、火属性でいいと思います。で、こっちで追い打ちと鋭利ですね、入れていきましょう。で、ここが結構出るのよ、ネクロマンサーとか。なんで注意してください。ネクロ落ってほしいよ。よっしゃ。で、ジオマハンターも1人います。一応ダメージには注意していってください。もうなんだ、クレイモアとコグが結構強いんで、まあそれなりに早く倒せるとは思うんですけども。よし、終わり。はい、10回クリア。注意してください、特にネクロマンサーで。ここで虚無の矢筒を回復のトーテムと変えます。
うん、回復もまだいいんだけども、ここはこれでいいかなと思います。とにかく出るいっぱい出る。で、まずはエンチャンターを倒すようにしてください。この敵がね、密集してる中で強化されたやつがいると本当に倒しにくい。なのでまずはエンチャンターから倒す順番ですね、重要です。何もいりません。で、ここが結構難しいと思う。エンチャンターとか結構いるんで、まあ影の断片をうまく使いつつ倒せば、まあ間違いないかな。 OK、 クリーパー来るもんね、ここ。 OK、 まあまあ注意しながら見てみてください。危ねえ、壁出された。あー、でもソウル貯めるのにちょうどよかったけどな。 OK、 ナイス。ここは影の断片使って、まあ、2発目の振り下ろしをうまいこと当てればここでいけるかな。まあ、ちょっと難しいですけど気をつけてください。12回クリアです。で、何もいりません。で、ボスエンチャントを入れておいてください。A の方が多めがいいかな。で、まず下から倒します。プレステ版は2発目を当ててあげればいい。ドライ入れて影で。あ、ミスった、完全にミスったわ。完全にミスった。ちょっとごめん、ドラを間違えて撃っちゃった。完全にミスった、ごめん。こうしてこうだわ。使う順番を思いっきりミスった。 OK、はい、ちょっとミスりましたけども、すいません。いきます。ここ何もいりません。そのまま進んでください。いやいや、焦ってるとやっぱミスるね。焦ってるというか、なんか喋りながらすると。 OK、 はい、もうなんだろう、結構耐久力が足りなくなってきてるので、ダメージには注意していってくださいね。よし、 OK、 危なくなったら影を使う、そういうやり方ですね。よし、ナイス。クリーパーには注意。もう HP 少ないので、もらっちゃうと即死するかもしれない。14回クリアです。んで、ここのね、強化メール強いのよね。耐久力結構あって、でもいらない。次で取ります。なのでこの回若干ちょっときついかもしれないですけども、まあまあ頑張っていきましょう。クリーパーを食らわないようにね。さい、オーケー。とにかく敵に囲まれないように、結構動き回っていけば大丈夫かな。あとコグがすごく有効なので打ち込んでいきましょう。よし、OK、 はい、終わり。15回終了で、ここで勇者ですね。勇者が、影凸がついてます。影凸入れちゃってください。 OK、 で、敵がある程度固まってたりしたら影凸で倒してあげるといいですね。3体以上かな、3体以上だったら回復する。えい、完璧だね。今の場所
はい。終わり。はい。ほんとやっぱね、タワーでの影突は強いよね。何もいりません。で、商人ですね。ようやく。で、クレイモアをあげますので、黄金なので、まずエンチャントをすべてマックスまで入れた後に、パワーアップさせてください。何がついた？うーわ！痛みがついちゃった。まあいいか。でもタワーでの痛みってなかなかきついのよね。オッケーオッケー。まあまあまあ、勇者だからなんとかなるか。なんかね、痛みつきがちなのよね、最近。結構つく。よいしょ。ナイス。ソウルマックス。なりました。あ、ミスった。おー、よかった。 OK。 いいですね。まあ、ここも影化を使っていけば全然余裕だと思います。ないとなかなかね、火力が難しいと思うんですけども。で、ここでキノコとキョム変えましょう。うん、キョム いらない。キノコの方が断然使いやすいです。いくぞ。オッケー。いやー、でもやっぱ気になるな。HP 管理が気になるな。まあまあ大丈夫とは思うけどね。で、クリーパーを先に倒させて。怖いから。クリーパー怖いよ。よし。OK。減るな。思った以上に減るな。思った以上にちょっと HP 減るんで、回復はちょっとしっかりやっていこう。怖い。はい、19回クリア。まあ、最後まで使わないから別にね、大丈夫だけど。もう何もいりません。途中でボーンクラブには変えるんですけども、まだもう少しありますね。 OK。 はい、キノコがあればね、多少の危機には対応できる。で、次。まだ来ますよ。基本弓で戦っていけばいい。危ない。危ねえ。よし。危ねえ危ねえ。もう HP 低くなってるからね。ここで使っちゃうと結構まずい。はい、20回終了。次が、ボスですね。で、ここで乱射です。乱射、これがね、結構強いんだ、この乱射が。マルチショット入れちゃってください。それと光ですね。この回復が結構いいと思います。で、プレステ版は下からです。ちょっとミスらないようにしないとね。いきます。 OK。 もうミスらなかったよ。 OK。さっきのようなミスはもうしない。何もいりません。で、持ってユニーク、ここでハープクロスボウに変えていきましょう。もうタワーはね、ハープクロスボウがあれば大体いける。うん、このハープさえあればなんとかなる。これでいっちゃいましょう。エンチャント別にいらないかな。ボーンクラブのためにちょっと取っておいてください。
で244本、まあそんなに多くはないんですけども、まあまあまあこと足りるぐらいはある。おいおいおい、痛みがついてるんで、あまり近接では戦いたくないんで怖いんだよね。大丈夫か、 OK、 あ、いけるね、うん、十分十分。よし、見たくなったら影かもあるし、うん、キノコもあるし、なんとかなるさ。よし、あとそこでおしまいか。うい、あと上に2体ですかね。ほんとここのエンチャンターは意味のないところに、まあ、上からエンチャントされるとちょっとまずいか、届かんかな。え、何もいりません。次に行きましょう。よし、痛みマックスになってるね。このエフェクト結構好きなんですよね。おやーってなるかな、結構これ好き。ちょっと強いやつに打ち込みたい。別に強くなかったねえから影感を使っていくか。よし、でも使うほどでもない。すごい流れ込む魂かなんかあればね、全然いいんでしょうけど。ああー、そっか、光がついてるからいい。光が強いのよ。オッケー、いいね、矢が出てくるか。終わり、まだ下にいるな、これこっちだった。はい、24回、いやで、ようやくここでボーンクラブ、痛みとおさらばです。向こうまで行ってエンチャント入れますね。よし、エンチャントです。攻撃波とクリティカルで旋風ですね。ボーンクラブ、もちろん強いんですけども、やっぱり今回の主役はハープだと思います。ハープが強い。しゃ、おい、えらいホーミングしてる。いいね、ハーブ最高だわ。まあまあ、マルチショットがついてないとちょっと火力半減するんですけどね。まだ出るよね、出るよね。よし、あと1回か、ワックはだね。おーし、ナイス。ハープを使うときは嫌が嬉しいね。終わり、25回終了で、ここでもう闇のアーマーにしましょう。影凸はついてませんけども、うん、耐久力こっちがあるのでこっちでいいと思います。雪玉を入れちゃってください。で、ここ結構敵出ます。ここがあれば、まあ、なんでもないですね。いいね、いいね、めちゃくちゃいいよ。矢が結構出た。で、HP が低くなったら弓を打って光で回復すれば OK。 あれ、まだいる？あれ、いないぞ。なんかやっぱ今回迷子多くなるな。いや、上にもいない。あ、そっちか。え、どうやって倒すのこれ。え、
ちょっと待って、それどうやって倒すの？びっくりした、倒せんかと思った。はい、TNT 注意です。何もいりません。なんでこれでボーンクラブがまあ一応完成っていうところですね。あとは、クリティカルをまあ入れたいなら入れる感じで、まあいらないですけどね。よし、じゃあまあまあハープでビシビシやっとくだけで、あとは大丈夫ですね。うん、ここはもう下手に近接で行くよりもハープでガシガシした方が安定する。27回クリアです。もう少し、何もいりません。28回、ここのハーフが大活躍します。うん、リンチが結構鬱陶しいので、やっぱ遠目からねバシバシ倒せる、これがいいっすね。おーい、やりきれなかった。矢は出なかったね。でも大丈夫、いっぱいあるんで。28回クリア。ここの乱射も強いんだけども、ハープの方が断然いいと思います。うん、やっぱ発射数が全然違うもん。火力が若干高くてもこっちのまんまがいいです。んでボーンクラブあげまーす。ボスは速攻で倒しちゃいましょう。まあドラと影化を使ってうまいこと撃破しちゃってください。でエンチャントですけども、クリティカルでも入れてくださいね。よし、もう一気にいきます。全然一気じゃなかった出てきて、よし、オッケー、おお、あと一発。さすがにこいつの振り下ろしはダメージが違うね。むちゃくちゃ食らった。はい、いらん、いらん、ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。